いつも完璧だからしっかりしてる印象ですね。泣けるほどのおはようございます。最新の天気をお伝えします。あー、低も多分これだ。転がるんやつ、うん、ゴミ入ってた92年に発表した小説を当時の会把握していると説明したのは10時30分に起きました。いつもそれぐらいなんですけど。眠いですか？まあそうですね、なんか眠いのか気合で頑張って起きてるのか。あれ、ちなみに今日のファッションのこだわりとかありますか？はい、今日ですか？なんか今日朝寒いっていう風に昨日天気予報でやってたので、初めて着物のコートをはい、下ろしました。私がの衣装、化粧用に。おはようございます。よろしくお願いいたします。着替え感じですか？今日の衣装です。お、はい、かわいい綺麗な青。何考えてるんですか？いつも何考えてんだろう。後ろにかかってるテレビで割とこうニュースをずっと見てる時間が多いですね。何考えてるんですかね。瞑想ですか？瞑想なんですかね。無になってますか？割と無なんです。本当ニュースおーみたいな感じで見てる。見てますね。なんか今日頑張ったなみたいな日のご褒美ご飯とかだったら何食べたいですか？あ、牛タンですね。あ、牛タン。牛タン。牛タン好きなんですか？牛タン大好きで、焼肉屋さんに行っても牛タン、韓国海苔、白ご飯セット。セットというかもうそれしか食べないみたいな。好きな食べ物が牛タンなのか？牛タン、あとはオムライスとかカレーとか、なんか定食みたいな感じよりもその一品ドンみたいな。え、それはなんでですか？なんでですかね。好きなものずっと食べてたいっていう方ですからかね。なんかこう小鉢でちょこちょこいろんなものっていうよりかは、もうオムライスをもう1から10までずっと食べてたいって感じ。研修中も私昼ご飯毎日同じカレーしか食べてない。セブンイレブンで売ってるカレーで、一回それを食べた時にあまりに美味しくて、もうそれを毎日食べてました。
飽きないんですか。飽きなくて、で一時期それがそのなくなったんですよ、期間限定だったのか、はい、でもうやっぱりずっと食べてたものがなくなったので、はい、そのお昼ご飯難民になって失ってから気づく。ありがたみ。いやそれが本当2、3日前ぐらいに復活してて、やっぱりもう復活してからは またそれしか食べてない。復活してよかったですね。復活してよかったです。感動しました。あの同期の南語が、その私が毎日研修中同じそのカレーを食べてたの知ってて、亡くなったっていうその悲しみも報告してたんです。で復活した時はやっぱ思わず写真撮って送っちゃいました。あったよみたいな、待望の復活みたいな。それでは天気予報です。前線や低気圧、はい、はい、ありがとうございます。はい、完成です。はい、完成です。結構メイクの時皆さん静かにあれなんですね。あの確かにそうですね。それぞれ静かだなと思ったんですけど。確かに。なんか話しかけていいのかって僕もまだ探ってます。本当は話しかけたい。うん、まあでも挨拶ぐらいで、僕もまだ起きてないっていうか、それから皆さんこう気を使いながらっていう感じです。なるほど、はい。ちょっとずつ起きていくんですね。そうですね。まだ寝てます。まだ寝て。よろしくお願いします。これは、あ、なんかケータリングで置いてくださってるので、私はいつもそのこれを大体朝ごはんに。どういうもの選ぶのかな。やっぱおにぎり、おにぎり多いですね。お米が好きなので、はい、おにぎり割と多めです。今からあのアナウンスセンターの方に行って発声を声出しをします。ちょっすごい時間進んでた。ストップウォッチでいつもロングトーンというか、あーって言って何秒続くかなっていうのを測ってます。ストップウォッチっていつも割と持ち歩いてるんですか。そうですね、ま、このカバン毎日持ってるんですけど、絶対決まった場所に入れてます。あの何回かなくしてしまって、その度にその探して見つけ出すんですけど、はい、見つかりますか。あ、見つかります。あの、優しいな日本っていう国はって思います。まあ社内なんですけど、大阪のアナウンススクールに行ってたんですけど、まあ、そこをあの、まあ、卒業というかする時にアナウンススクールの方がくださったもので、はい、なのでずっとこれ持ち歩いてますね。持ち歩いてるのになくしちゃうんですけど。はい、絶対自分、私の元に帰ってきてくれます、このストップウォッチは。26秒ですね。だいたいこれぐらいですね。でも若干今日はもう上ずったり、最後フェードアウトしちゃったので、まあいい、こうちゃんと自分の声って言ってたのは20数秒かなって言った。
その自分のコンディションが今日の状態が分かるっていう。今日はちょっとじゃあ普通ちょっときこれ緊張してるかもしれない、はい、っていうコンディションを測ってます。目標の秒数とかあるんですか？一応30秒は行きたいなとは思うんですけど、うん、やっぱり研修中からなかなか行かないですね。でも研修始まった当初は本当に22秒とか20秒行くか行かないかぐらいだったので、その自分のこの何でしょう、成果というか成長が目に見えるっていうのもこのストップウォッチで分かります。カバンの中身見せていただいてもいいですか？はい、はい、いやでも本当に何も面白いものはないんですけど、これはパソコンケースで、私あれなんですよ、あのポーチとか入れ物に入れないと、うん、むしろそのカバンの中にポイポイ入れちゃうんで、ガチャガチャになっちゃう。はい、あの物の帰る場所を作って、お財布かわいい。これあの上京する時というか、はい、社会人になってからあの知り合いが頑張れっていう風にくれて大切に使わせていただいてます。結構その思い入れのあるものに囲まれてて、あ、そうですね、すごい素敵ですね。確かにこれこの3点は、はい、あのいただいたもので、これがあのおじおばからでの名刺入れをもらって、これはその知人からもらって、これは父からもらったペンケースですね。この黒いパーツはこれはなんかそのもろもろ入ってるというか、フィッシュとあとなんかメモと、メモはどういうこと書くんですか？あ、これアクセント、あ、へー、その自分が何でしょう、知らなかったとか、そのどっちかよくわからない、あ、赤いなのか赤いなのかとかよくわからなくなるものを基本書いてメモしてる。このやっぱ私数詞が苦手で15分とか読んじゃってたんですけど、まあ、アクセント辞典的には15分。字すごい綺麗ですね。ですか、ありがとうございます。なんか習字とかやってたんですか？あ、習字は全くやってなくて、はい、あの小学校1年生の時の担任の先生がこうすごく字に厳しかった先生で、でその先生の字が本当にすごい綺麗、はい、で私がその先生の字がすごく好きだったので、あの先生の字を真似して綺麗に書いてました。なんかアメちゃん、へー、あめちゃん、本当だ。ちょっとゴミ入ってた。おにぎりですね。おにぎりって言っちゃうんですよね、関西人。おにぎり、え、これ関西弁だったのみたいなアクセントでぶつかることはよくある。ちなみに今日は何おにぎりですか？あ、梅昆布。これも割とよく好きで食べる方で、あ、オーマイガー、落ちました。あれ、あ、もうカッコです。あれ、どこ行った？おこげ切れた。あれ、落ちたの？ありました、ありました。みんな転がるんやって。結構転がりますね。しかも一つ。じゃあ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。失礼します。YouTube 撮影で、あのカメラがちょっと
変わっているお世話になります、お邪魔します、お願いします、はい、いつも完璧だから。いや違う、もう本当にあの入ってだってまだ2ヶ月そうですね経ってないぐらいだもんね。はい、すでに完璧なんですよ。いや、どういうところで感じますか、例えば。もう原稿読むのすごい上手いし、いやハードルが上がっちゃう、自分が落ち着いてるし。なんかハプニング映像今日起きないと思って言われてますけど、はい、いや起こさないようにしたいですね。起きない、なんか起きないと思う。さっきあの、うん、おにぎりを米粒一つ落としたぐらいでハプニングで、米粒一つ落としたハプニングがあったの、はい、すごい、小粒も小粒だね。小粒も小粒だね。じゃあ意識してお願いします。なんか思ったのは、はい、すごくその本当にしっかりしてる印象、第一印象があるんですけど、はい、意外とちょっと雑なのかもしれないっていうのが。いや、そうなんですよね。好感が持ってます。そうなんですよ、雑ではあると思うんですよね。で、多分その自分が雑なのを分かってるから雑じゃないようにしてるというか、雑を理解してるからこそそのものを忘れないようにとか対策はしてるつもりです。そこでその台本をいただいたりとか、うん、原稿をいただいてそこで読み合わせを若干します。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。はいはい、あ、はい、承知しました。はい、生活リズム結構特殊だと思うんですよね。それを保つ秘訣というか、何かありますか？教えてください。自分の機嫌は自分で取ってます。さすが。例えばどんな感じで？なんかもう金曜日じゃないですか、今日なんか美味しいもの食べようとか、いいですね、なんかネットで新しく出た何かを買いに行こうとか、はい、なんかやったら一個自分のご褒美みたいなの作って、モチベーションを作って、なんて言うんでしょう、あ、今週終わったから終わりじゃなくて常になんかこう続けていくみたいな感じの意識で、なんかやってる？ね、仕事があっても合間見つけて家族に会ったりしてる、うん、昨日それこそ大阪から母が来て、いいですね、もうついさっき8時ぐらいまで会ってて、さっきやん、そうすごい、それだけでリフレッシュになってさ、なるほどね、いいですね。それで言うと私たち全員関西で、はい、全員大阪出身なんですよ。そうか。だからみんなそれぞれ一人で上京してきて、一人で、特に今みたらいちゃんは上京したってというか、今半年経ったとはいえまだ多分孤独と戦ってるところもあるかもしれないから。3人で話すときやっぱ関西の言葉になりますか？ここで金曜日は杉山さんがメインをされるので、はい、打ち合わせ上で聞かれていて、はい、リモートで打ち合わせしていて、ここ3人きりなんですよ、はい、なので良くないよね。でもお二人が関西弁で話されるとやっぱつられて、関西弁そうやな、冷やしちゃうの。本番前が良くないよ。目覚めました。さっきまだ起きてないっておっしゃったんですけど、目覚めました。あの吉村さんの関西弁聞いて、あらららら、スイッチが入って、これ起きるわと思って、それで起きる。これついに起きたわと思って。おはようございます。やっぱり関西弁聞くまで起きられないです。食べたんですか、一緒に。柿食べた。出たよ。出たよ、柿。元気や。なんかだろうなって思いました。ずっと柿食べてて。柿ってあの、生柿とかない。生柿食べてて。いいか、当たったよな。いや、あれは当たったんかな。あ、超当たった。10個以上食べたから、お腹緩なっただけで。そうなんや。症状としては、ちょっと緩い。多分でも、
こんな戻したりなかったから、あ激しくなんか苦痛ってわけじゃなかった、ね、そうそうそう、ほな食べ過ぎか、食べ過ぎやな、カキを好きなんですか。いや好きになったんですよ。あ信じられない、食べてて、はい、いや当たってない、当たってない。え 毎日食べてるの。毎週平均、今週は3回目。そうやん、そうそう、カキってそんな食べるものじゃないですよね。いや私だって半年に1回本当お目にかかるか。でもちょっと生ガキってドキッとするじゃないですか。そうですね、ちょっと警戒しますね。当たったら生放送だし、次の日とか。そうですよね、確かに、ね、いや当たっても出るんで、その覚悟があって食べます。それぐらい好きってことですね。そうです、ハマってんねん。そうそうそう、子供を引いた認識はないと話しているということで、子供を引いた認識はないと話しているということですが、警察は過失運転致死の疑いで在宅での捜査を進めています。クイーンズ駅伝の出場権が与えられます。3% 以上、ベースアップに相当する分として 3% 以上、年齢や勤務年数などに応じた定期昇給分と合わせると 5% 以上の賃上げを要求するとしています。お願いします。はい、ありがとうございます。結構4秒のやつがギリギリだったかなっていう印象はちょっとあったかも。石澤亮さんが特技の剣道を披露です、うん、吉澤亮さんが特技の剣道を披露です。そうですね、うん、だからちょっと4秒とかになっちゃった時は複数の契約で不正利得や利益供与隠蔽の疑いがあるということです。組織委員会は今年6月にも施設建設の入札に関連する別の契約で特技か剣道か、どっちか剣道か、うん、どっちかどっちかとします。承知しました。で多分7秒はまあ普通に読んだら普通に入ると思うので、はい、そんな感じでお願いします。はい、お願いします。ジャパネット中条あゆみさんが登場。ジャパネット東野圭吾さんが1992年に発表した小説を映画化。ジャパン。今回のイベントは渋谷で阿美ちゃんを引いて介護タクシーにぶつかりました。さらに男性は元の位置に戻そうと結構いろいろイントネーションとか意味とか調べながら言われてるんですか。そうですね、その何でしょう、自分のこの理解度でやっぱりどれだけ伝わるか伝わらないか決まっちゃうので、自分がちゃんと理解した上で伝えないとなと思いますね。その文字を追うことはできるんですけど、やっぱりそれにこういう意味ですよとかこういうことがニュースなんですよっていうのをこう皆さんに分かってもらうためには自分が一番理解してないといけないので、はい、もう知らないことだらけなので一からやっぱり勉強をしながら原稿を読んでるといった感じです。よろしくお願いします。先生、カメラが回ってるんですけども、はい、はい、めちゃめちゃ使えない言葉とかでもうここ全カットみたいな編集大変かもしれない。ちょっとはい、もう一回読んでみたいな普段そうするじゃないですか。はい、行きます。はい、2、1、はい、全国の最新の天気をお伝えします。今日は日本海側から雨の範囲が広がります。一方で東京は最高気温が25度以上の夏日となり、これまでの最多記録に並ぶ予想です。まずは雨雲の様子です。この時間北海道から東北北部にかけて雨の降っているところがあります。また日本海には前線に伴う雨雲が控えていて、この雨雲が南へと下がり、今日は全国的に雨となるでしょう。これ日本海側って言ってもいいです、もしちょっと言いづらかったら。はい、ありがとうございます。日本海側にある雨雲が南へと下がり、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。この週末は北日本や日本海側で雨や雪の降るところがありますが、来週は比較的穏やかな空模様が続く見込みです。もうそろそろスタジオに行って準備をします。
いよいよ。いよいよ。いよいよです。当時の会見で大学側が把握していると説明したのは、失速と自ら申告した部員の。よろしくお願いします。お願いします。もうあと30分弱で始まるんだっていうので、あっという間なんですよ。緊張します？はい、いつもやっぱドキドキはしますね。はい、いってきます。ありがとうございました。頑張ります。応援してます。ありがとうございます。20日金曜日です。労働組合の連合は、はあ、